まりました。桜庭和志と見極めたるのさくチャンネル、よろしくお願いします。お願いします。今日はたまにはちょっと技術のこともやりたいと思って、はい、教えてほしいなってことがあって、スパーリングしてて三角締めの形になるんですよね。はい。体格的に結構三角に入れるのは得意なんですよ。結構粘れるんですよ、いつも。はい。なんやかんやで最後は決められてるじゃないですか。いろんな、はい、三角締めもそうだし、そこからちょっと違う技に移ったりとか、そこを教えてほしいなと思って。はい。まあ、僕的にはですね、はい、もう三角決まんないんだったら、それはもうつなぎ技にして、はいはい、だから三角締めで、決まる時はたまにありますけど、はい、だからそれ以外に変わりますよね。桜庭さんは三角締め得意ですか？わけじゃないけどやります。練習の時は下からやってるパターンも多いですもんね、坂上さんは。じゃあ三角締めお願いします。じゃあまずベーシックな三角締め、はい、教えてもらっていいですか？はい、三角締めをまず、はい、手を持って、はい、下から。それ、蹴り蹴り三角締めは腕一本入って足でこう三角の形にして、これでスリーパーみたいに首を締めるのが、これ三角の締めです。本当に決まります？楽しむ。ちょっと覚えよう。はい。覚えるでしょ。首が取れそうになるんだけど、いつもやってるのは、だから自分に合いやった時は、はい、深くこう入ってないし、はい、このポジションも悪いし、正面じゃなくて行けば相手に対してちょっとね、斜めになる。はい。本当は。したら足の裏が一体首につく。はい。はい、ということで、はい、これが本当ベーシックな三角の決め方、決まった時の状態です。はい、はい、で僕はいつもこの三角締めを、まあ、いろんなパターンで、はい、ここまでよく分かっていく、はい、ここまでは構わってないですね。入るけどやっぱりほらまだ足の位置が、はい、僕の本当はももの裏で首を締めたいんですけど、そこがちょっと斜めになって、本当はこれもっとこう深くできる、はい、でもそれをやるには本当はこれは足と持ってちょっとこうポジションを変える、はい、これでこうすると締まるんですけど、そっちに行くとめんどくさいから僕もこのまま無理くりやるんです。そうです。そうしたら僕いつもここの、はい、あの軌道を確保するために、はい、膝の左の腕をこっちに置くんです、はい、ここね、ここが開くように、はい、それでここは開くし、開くんで、それで手を組んで、はい、本当は胸をやって張っていって、はい、ちょっと逃げさせてもらって、はい、外して、はい、まあ、外してパスをしたいんですよ、はい、で、いつもこの攻防になるんですよ、坂上さんでやったら。最近、ここでこうやって、はい、まず上に登られないようにして、まず頭だけこうやって引き継いで、はい、相手が胸を張らないように。そう、これだと張れないですよ、はい、張れないですね。これ、人間って不思議で、頭の力が入ると、上って上に上がれるんですよ。はいはい、そうですね、こうやったら、こうやって行きます。上がるでしょ、はい、これは上がられそうになったら、まず頭を下げる、はい、上がらないでしょ。はい、もし上がったら雷って感じで、はい、プロレスの5秒以内は上がらないでしょ、はい、そうです。で、だからあとこう軌道で確保する、はい、その時はなんとこう腕をめくる感じで外して、はい、こっちに向けて、あの三角締めっていうのはこっちのナムバー、はい、腕を、はい、ちょっと一回話を待っていいですか？あの締めが強すぎて僕の首が取れそうです。嘘だちょっと待ってね、 OK です。はい、それってこれ足の位置が悪いからこうやって脇締められてる、はい、なるほど、ね、足の位置が悪いから、はい、そうだから僕のポジションが悪いから、はい、正面に行って悪い、はい、でも僕どうしてもこっちに行く気がする、はい、ムカつくからこの正面に行くんです。だから頭持って、はい、相手手だけ持っても頭が上がってサンドラジオにかけれて必ず頭持ってきてくださ、はい、この足、はい、足のコツをやるときにあのこっちに持ってきたいときは足外して相手のこの骨盤を、はい、落ちながらちょっと骨盤蹴って体の向きを体の向き変えて、はい、でまた組み直す、はい、それかもしくはちょっと浅い場合、はい、浅くてこうなってる、はいはい、その時に頭を押さえて一回足伸ばす、なるほど、そうするとビタッてくっついて、はい、でもう一回組み直す、組み直すときも、はい、自分の足を引っ張ってくる。そうすると確かにこちらタイトになりますね、はい、膝の裏に持って、はい、でそうするとブターってくっつく、はい、締めてます、はい、もうこれでやばいです、きついでしょ、きついです。であとクラッチしてるのは本当はあ、こういう感じ、はい、これもできた、はい、入ったそれ、これで締まるでしょ、もう締まってます、うん、ちょっとゆっくり、はい、下っ腹を、はい、自分の下っ腹をグーって伸ばすか、はい、下っ腹、肘を押してこれをクラッチしてる、
クラッチしたらこれ押せるでしょ。はい、押せるでしょ。あ、決まってますね。このパターンも やられてないですよ。昨日もやった。じゃあ実際のどんな感じでやるか、用意どんどんさせて。僕逃げるんで。マジか。汗かきやがって。汗かいて。まあ、だいぶ俺もかいてます。用意、はい。で、こうですね。もう一回いいですか、今度こっちに逃げる。はい、はい、これ腕でしょ。これの腕です。あ、さっきこれやってなかった。そう、今2パターンじゃないですか。で、僕がよくやばい時に三角組まれて、はい、こう後ろで組んで、はい、で、押していく、はい、っていうような時に、はい、なんか痛い技されるじゃないですか。あ、それは相手が体重かけてくるから、相手のこめかみに肘こいてる。いや、自分の足を振って押したら肘を振って、僕もは別に置いてるんだから、これ相手が体重かけてるから。いつも練習で言ってるから痛い痛いって。痛いのか、俺じゃないよ、自分が体重かけてるから痛いんだよ。いや、押し付けてますよ。自分が自分で押し付けてるでしょ。俺じゃないよ。ここら辺、ここですね、ここら辺に肘を、はい、ここ置いちゃう。肘を置くときもこれだけじゃ力抜けちゃうんで、はいはい、ちゃんと自分の足をこうやって肘をこう止める。止めるとこもここで、ここで、はいはい、ここに自分が感じる。あの、こめかみが突き刺さるんですね。 あとプラス自分でちょっとこうやって引いて動くわ。はいはいはい。6割7割は相手が自分で体重かけてる。はい。もし、はい、裏で組まれたら、はい、お尻ずらす感じ。あ、最初こうやったら隙間ないですもんね。はい、隙間ないから、はい、もうちょっと、ね、こっちちょっと浮かす感じ、こうやる感じで。あ、確かに隙間できる。はい、ここで持って、はい、足組み替えます、うん、逆に足組み替えて、これこっちから、そうすると腕が、はい、あの肩アームロックされるみたいな感じで、はい、決まります。これなんですね、いつもやられてるのが。だいたい三角の攻防で、このどんだけ僕が耐えるかの勝負になるでしょう。お互いに。じゃあ、あのさっきのこめかみの方と腕で決める2パターンをもう一回。いいですよ。はい。はい。耳絶対ダメです。僕湧いてるんで今。あ、本当です、本当です。坂村さんがやったんです、僕に。僕は高校生の頃にはもう耳湧いてました。はい、この人は40にしてやっと耳を開けた。ということは、あの僕の高校生の頃の練習は正解だ。髪山の耳を開けば正解だことじゃないか。耳ダメです。はい。これ体重かけてないか。体重かけてない。はい、体重かけてない。マジで。骨で、この柔らかい部分があるここに。ここをポイントで。硬いところにやってもちょっと我慢できる、はい、ちょうどこの目の横、なんか急所でしょ、はいはい、柔らかい、はい、それか、あとさっき耳やったけど耳の周りだけ湧いてなくても多分痛い。いや、痛いです、めちゃ痛いです。ここら辺、あとはこの辺で我慢できるんでしょ。全部痛いです、うん、はい、いきます、お願いします。スタート。ムカついてちょっと俺も本気でちょっとお尻ずらして。この企画やめないでしょ。僕がどん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 消耗していくんですよね。はい、よくあるんですけど、ぶっちゃけ言いますけど、この技かけるから試しにやってくれ、はい、その技来るからその技って言われてる。それかかんねえよって話。初めからこの三脚して、はい、そこから用意どうしたってそんな簡単にかかるわけない。そういうことですよね、はい、よくあるんです、はい、ずるいずるい。なんで決まらないんじゃなくて使い方を考えてください。これで全部 100% 決まるんじゃなくて、これを流れでいい、はい、ということで、この流れから次から右行ったら足行ったりとかでもいいし、はい、殴りがあったら殴ってもいいし、あのポジションから下から蹴ってもいいし、うん、次々つなげていく感じ。今日は三角締めと三角締めからの連絡技ですね、っていうのをやりました、はい、ぜひ練習で使ってみてください。はい、はい、
僕よく抑え込まれたら亀になって逃げるんですよ、はい、で大体の人は亀だったら、まあ、バックチョーク首絞めに来てくれるんで、前はバック取ったら後ろからチョークやってたんですけど、はい、ちょっと怪我してとらえてこれバック取って走る、はい、でチョークね、チョークね、はい、で僕は横につく、横についてひざをね結構奥の方につくんですよ、ここなのね、かかんないんですよ、はい、なるべくかかるなって言ってバック突っ込んで腕を取る、で仰向けにしてあげて、こうしたらもうここに足首が浮く、はい、これでさ首が決まんなくても、首が決まんなくてもこれ腕も出る、あ、そうですよね、肩、はい、での足をまたいで、またいで後ろにできれば、はい、もういっちゃう、またまた痛い痛い、こんな時はないんで、いや俺ずっと気持ちいいよ、痛いよ気持ちいい、